い、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、聞いてください。昨日、プレイステーションで、システムクラッシュが起きました。初めて起きましたね。もう、プレステ買って、数年経つんだけども、初めて、システムがクラッシュしました。で、再インストールしなきゃいけなくなって、インストールしたんですよ。そしたらば、なんと、データが消えちゃいました。で、PlayStation Plus に加入してるので、バックアップ取れてるよね、と思ってたんですけども、調べてみたところ、バックアップ、取れてませんでした。なかったのよ。オフライン以外のゲームは、ある程度あったんですよね。セーブデータとかが残ってて、なぜかこのオフラインだけが、なかったのよ。すっごいショック。めちゃくちゃショックです。300時間はやってて、装備とかね、レベルとかも全部、今ある中の最強を揃えてたんだけども、それがなくなっちゃった。まあね、次のアップデートが春なので、まあ3月か4月ぐらいでしょ?なら、まあまあ間に合うんだけども、かなりショックですね。でもまあ、第2章もね、オフラインでやりたいので、まあこれはぼちぼち上げるしかありませんね。全キャラ90、70ってなかなか厳しいんですけども、まあ仕方ない。ぼちぼちやっていきたいと思います。何時間ぐらいかかるだろうね。だいぶかかると思うんだけども、まあとりあえず進めていきましょう。それではスタートしましょうか。今回は女の子キャラで行きたいと思います。レベル 1! レベル1だよ!これは辛い !OK! いいよ!頑張ろう!それでは種族を選ぶところまで来ました。もちろん俺はオーガでやっていきますよ。はい。ということで、データが消えましたけども、一からね、頑張って、やっていきたいと思います。まあ、裏技をね、フル活用して、速攻でクリアしてみたいと思います。頑張ります。はい。では、ご視聴ありがとうございました。